大体普段はね、ここの公園の大橋を渡って、これもね、これ結構標高高い橋なんですよね。で、関ヶ原に抜ける方がね、多いんですけど、今日こっち行っちゃいましょう。高まで24キロ。まあそんなにね、離れてないんですけど、この24キロが大変なんだ。こっちにツーリング入ってくる人いないですね。意外とツーリングの車が、やっぱ36号の方がツーリングは走りやすいかな。こっちはちょっとね、かなりくれくれですからね。だから、ね、大体普段ここでも通行止めになってるんですよね。今は行けるみたいですよ。しゃあ、レッツゴー。かなり急です。ちなみにすでにかなり急ですからね。パッパー。パッパー。やん、ハロー。バドン、バドン。なすの中央ポール。ツーリング病院ですからね。標高やべえ。すげえ。ああ。何曲がって。もう曲がるよと。ブレーキ踏ませたら自然に減速してきますからね。今は猛烈な上り坂ですからね、これ。ああ、よいしょ。おっとっとと、わし。どこかで。どこかで。よいしょ。ネコネコ多いでね、ストレート短いですからね。よし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 。本当が多いっすね。どっち側から来る人かっていうか、まあ、朝から登って今帰りって感じなのかな。ね、通勤でここ夜は嫌っすもんね。車でも嫌ですけど、バイクの方の方がより嫌ですもんね、この手の道は。今もね、しれっと落石ありましたしね。どうして、この子はね、土砂崩れ落石多いでね、こう、それはね、ほんと気をつけないといけませんからね。ああ、見ての通りの、
自然インオブザ自然ですからね。自然の中に自然があって、さらにその中に自然が含まれているという。まあ、送電線もありますけど。よいしょ。すごいところで止めたね。おっとっとっと、これでいこう。しばらくは。しばらく年齢を任せるとこまで。標高が。あ、うちの花咲いてるわ。車用意する人は多分この道きついでしょうね。あ、登山口があるからね。止めちゃう人がいるんだ。いやーね。よくないですね。やっぱしんどいで、ここの道。おお、つうかやってんの。おお、あたかね、今。急な登らねえ。
ああ、でも空気はうめえで。まあ、光合成比率マックスですからね。皆の者が酸素を作ってくれておるぞ。うわあ、ここが一番急かな。うわあ。駐車場があるんだ。駐車場あるけど、別にここで見放しがそんなにいいわけではないですからね。さあ。なんか怖い感じのトンネルですけどね。まだまだこっからですからね。この草かき峠の真骨頂は。一旦これで終わりかな。一つ越えて滋賀県には入るかな。あ、出てますね。滋賀県の、これで多賀町。ね、ここから。